たらパーティーである傾向が強いから、こっち走ろうとするんで開きやすい、全然反応するようなボールなので開くのが早くなったり、センターに引っ張りに行く中で逆方向に飛んでいるような、ミート力を向上するならゲットレーバット、飛距離を伸ばしたいならヘッドラーバット、試合で使うならエルティムス、毎日使うなら竹バットのエイムクラシコ、手に取って借りました。誰でもすぐに実践できるミノルマン流打撃ドリル無料配布中、詳しくは概要欄。どうも、アニマです。本日はですね、バッティングの方、左対左ですね、まあ自分左バッターです。でミノルマンも左バッターで、相手左ピッチャーの時の意識とかっていうのを今回お伝えしようかなと思います。左対左の対策というか考えっていうのをお伝えしようかなと思います。では早速ですね、やっていきたいなと思います。はい、ということでですね、早速やっていきたいなと思うんですけど、まずなぜ左対左は左バッターがちょっと不利なのかと、まあ、よく言われると思うんですけど、なぜ不利って言われるのかっていうところですね。一つは、まあ、右ピッチャーに比べて左ピッチャーの方が数が少ないので入ってくる軌道ですね。右ってまあどちらかというとこういう風な角度で入ってくると思うんですね、まあ、ちょっと大げさにやるとこういう角度で。でも左ピッチャーでどちらかというとちょっとこういう角度できますかね。でこういう軌道ってあまり、まあ右バッターもそうですけど、左ピッチャー自体が右ピッチャーに比べると多くない、なんでその軌道を見る機会も少ないというところで、まあ、左ピッチャーの軌道っていうのを掴みにくいっていうのは一つあるかなと思います。で、もう一つは左バッターっていうのは打ったらやっぱ一塁側に走るんで、どうしても体を打ち終わった後こっちに走ろうとするんで開きやすい。例えば外にこうやって逃げていきますよね。内側がこう入ってくるっていうのもあります。内側入ってきたらやっぱ開くのが速くなるとファールになる。で、外に逃げていく分入ってくる、こう背中側からこう来るようなボールなので、ちょっと開くのが速くなったりですね、まあ、ちょっと恐怖心があったり、まあ、変化があればこう曲がっていくのでっていうのを、まあ、よくテレビとかでも、見られるかなと思います。これは左バッターが打ったら左方向に走っているから開きやすいっていうのも一つあるかなと思います。自分の意識としては、まあ、よくこう入ってくるやつに対してこういうふうにバットを出していって逆方向、センターから逆に打つ。右バッターであればセンターからライト方向ですね、右中間方向、逆方向に打つというふうに言われます。左対右はこういうふうに入ってくるに対して、まあ、バットを内側から出ていけばこの軌道に対してバットを出しやすいですね。なので当たる面というのは多いかなと、内側から出していけば当たる面というのは多いかなと。で逆に左バッターは逃げていくボールに対して逆方向、ボールの内側を打ちに行って逆方向を打つ、まあ、こういう角度ですねに打つ。でもそうなると結構ある程度ボールの威力があったりとか、少しちょっと離れて体から離れたりバットが、してしまうと打ちに行ったら結構ファールになる傾向が強いかなと。レフトにはちょっと力のない、フライになってしまうかなと。なのでこう入ってくるのに対して意識としてはこう逆方向に打つっていう意識ももちろんやっぱ大事です。胸が速く見えてしまうっていうのが嫌だからですね。速く見えてしまうことによってより外に逃げていくボールが手だけになってしまって当てに行ったりとかポップフライかもしれない。なので逆方向に打つ意識をしっかりと持つ中で入っていくことを意識すれば、まあ、体の開きっていうのは極力我慢できるかなと。その中でやっぱボールはこういう風な軌道で来るんで、例えばインコースとかですね、ファールも、まあ、別に仕方ないかなといいかなと思います。普通に打つ中でですね、こう入ってくるんで逆方向に打つ意識は持つんですけど、逆方向に打つ意識を持ちながらちょっと逃げていくボールに対して手が引っ張るような感じで体を我慢した状態で引っ張りに行く。ちょっと引っ張るような意識なんでボールが入ってくる角度に対して面もしっかりと合いやすい。そうすると、まあ、打てる幅とかも広がってきますし、まあ、外のボールであったりとかも力負けしにくくなります。ヘッドが走るんで、センターに引っ張りに行く中で、逆方向に飛んでるような状態であったりとか、そういう風に打つことによってアウトコースのボールでも引っ張った、右中間とか、ライト方向とかも強くて飛距離とか出やすくなりますので、そういう意識を持って取り組んでみてください。意識で言うと、前回こう平井和君ですねが打ったら右バッター打ったら確信歩きみたいな上げてたと思うんですけど、左バッターも逆方向に走っていくような意識ですね。どうしても体重がこっちにかかりやすい、こう入ってくるものに対してこうなりやすい傾向があるんで、打ったら一歩
こっちに出るでもいいですし、言ったらこっちに歩くような意識を練習の時に持ってもらうと、かかと体重にならずにボールに入っていきやすくなるので、青木選手とかみたいに打ったら打ったら一歩こっちに出てから走るような、意識を持ってもらうと、かかと体重になりにくくてボールに入っていきやすいので、まあ、試合の時はそういう意識で打席に入っていただけたらなと思います。あとはまあ練習の時からですね、 T を背中側から斜め前、まあ、レッド置いてもらわないといけないんですけど、斜め前とかちょっとクロス気味に T を投げてもらったりして、ボールに入っていきながら背中に引っ張る意識で一歩こっちに出ておく、そういう風な、意識を持って取り組んでいただきたいなと思います。でも左ピッチャー、左対左って結構こういう風に構えてると見にくいと思うんですね、この辺からボール来るんで。なんでそういう場合はちょっとだけ足を開いてあげるとか、上体をちょっとこう見やすいようにしてあげる、でここから引いてぐーっと入っていって背中に引っ張る意識を持ってもらったりすると見やすくなります。ただちょっと開いてるものを引いて早く緩まないように、ぐーっと引っ張るボールに入っていくっていう意識を持ちながら、逆方向の意識でやっぱりっていうのを意識して取り組んでいただければ、左対左っていうのはだいぶ対策としてはしやすいかなと思いますので、そこをちょっと練習の時はですね意識していただいて、イメージを持って素振りするっていうのを練習から取り組んで、今回の左対左特に意識して、取り組んでいただけたらなと思います。本日は以上です。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。日本最大級オンライン動画指導開講中です。野球塾の生徒も募集中です。野球ギアも絶賛発売中です。女子野球チームアメージングも募集してます。